はい、それでは字という文字、この文字の書き方ポイントをやっていきたいと思います。この文字のポイントになってくるのは、うかんむりの横幅の付け方、そして下のこの横線の幅の付け方、それぞれの横幅の関係をどういうふうにつけるのかっていうのが、この文字一番気になる部分かなと思うんです。で、この文字結論を言ってしまうと、うかんむりの横幅と大体同等ぐらいか、むしろこの横線の長さの方がちょっと短いかなっていうぐらいが、ちょうど収まりやすい形だと思います。で、これ書いていくときに、うかんむりの幅としては、やや気持ち、幅が狭いというよりかはちょっと幅広ぐらい、少し幅広を意識してあげるといいと思います。で、この幅を狭くするという書き方も実はですねあって、ここの書いた後に横線の長さ、逆に長くする、うかんむりの幅よりも長くしていくよという書き方も実は古典の中にはあったりします。事例としてはあったりするんですが、ただこれ一般的なスタンダードな書き方からするとどっちかというとこれ逆の形になっていきます。ちょっとこれ消していきますね。で、これ書いていくときにうかむりやや広いぐらいで、このこう書いていったときに次の横幅としては同じぐらいか、まあ、ちょっと短いかなっていうぐらいの方が結構事例として多いので、まあ、こっちだとバランスよく見えてくると思います。なのでこの文字書いていくときにはどちらかというとうかむりの幅としてはちょっと気持ちとしては幅広ぐらいで、合わせるかちょっと短いかなっていうぐらいだと、非常に収まりよく、かっこよく見えてくるかなと思います。なのでまずこの横幅の付け方としては非常にこれ重要になってくるので、うかんむりの幅、そしてこの横線の幅、まあ、大体これをですね、同じぐらいかちょっと短いぐらいでこうですね、横幅つけておくといいかなと思います。で、その上でこの文字では、下のこの書き方、この部分がですね次ポイントになっていきます。これ書いていくときですね、結構いろいろですね NG ポイント、 NG パターンというのが出てくるんですが、まず一つ書き方として少し最初ふわーっとアーチ状に書いていきます。で、次の払い出しなんですね、これがちょっと短くなってしまうということがあるので、大体目安としてはこの横幅、最初のこの横線の長さに対して中心ぐらい、半分ぐらいを目安にします。まあ、これだとちょっと短いかなと思う、若干もう少し長さ付け足しておきます。で、これが長すぎても良くないし、これが逆に短すぎるとこういうふうにですねちょっと短いなっていうことも結構出てきたりするので、まあ、このあたりの長さ関係としては大体目安半分というふうに意識しておきます。で、次書いていくときに、よし、これですね、この2画目スーッと書いていったときに、例えばこれがですね、中心からずれてしまう、ちょっと右に寄ってしまう、あるいはこれがですね、こっちの方がよくあるパターンかなと思うんですが、スーッと書いていったときにこの部分が曲線感をつけすぎてしまって、ちょっとこのスタート位置よりもかなり左で終えてしまう、そうするとちょっとなかなかですねスッとしたかっこよさが、失われていってしまうので、できるだけ曲線感というのは、少し、抑えておいた方がかっこよく見えてきます。なのでこれ文字書いてみると、これですね一つ中心がかなり、分かりやすくついていきます。まず最初、これ書いていく中心、この横線の中心、まあ、横線ではありませんが横幅の中心まで払っていく。で、この辺りからスタートで、まあ、交差するといったらいいかな、まあ、若干こう飛び出てくると思うので交差の位置がちょうどこの辺りで、ここからスーッといった時に大体この羽のラインというのがちょうどこの中心と合ってるぐらいが、ちょうどですねバランスとして収まりやすくなっていきます。なのでこれそれぞれ書いていくときに結構いろんなですね NG ポイントがあって、こういってですね、こういうふうに、少しこれが短いともう中心が完全に揃わないということもあるので、短くなりすぎなかったり長くなりすぎなかったりと、このあたりは、まあ、要注意かなと思います。で、ちょっとこのあたり中心を意識すると、まあ、いいかなと思うんですが、最後横線書いていくときに、スタート位置がちょっと高すぎるとちょっと詰まった印象にはなるんですが、これまた低すぎるとちょっとこれもこれで、足の長さが短く見えてしまうので、ここ要注意になります。目安としては一つ基準ポイントとしてはこの交差の位置が一つ、基準になってきて、ここよりも線2本分ぐらいかな、まあ、若干下げていくぐらいがちょうどいいです。上に上げすぎてしまうと詰まった感覚になるんだけど、下げすぎると足の長さが、今度失われていくので、ある程度上にかけておきます。そうすると非常にバランスがいい子の形が生まれてくるので、ちょっとここ気をつけておくといいかなと思います。ただこれ気をつけておくべき点の、もう一つポイントが、むしろ工夫ポイントになっていきます。で、これですね、この線、あれ、この2画目にあたる部分のこの線なんですね、どうしても丸みを帯びてしまう、曲線感がついてしまうということが結構あるので、ちょっとこれ工夫するといいポイントとしては、最初の出だしライン、最初ですねちょっと、よいしょ、ここがですね
スッとここで止まって角作って下ろしていく。そうすると非常にこの曲線感っていうのが収まってくるんです。なので、これよく言われることとしては、まあ、打ち込みと似てるんですが、まあ、こういうふうにですね、縦線とか左払いとかこうちょっとこういうふうに45度で入る角感、これ打ち込みというところになってくるんですが、この打ち込みに近い形になってきます。まあ、これ、型を作るって言ったりするんですが、この型をちょっと作って角を作ってあげると、ここから丸みが少し、補正というかですね、ちょっと抑えられてくるので、この角ポイントを作るとここが見えるだけでもちょっとキリッとしたかっこよさかなり出てくるので、そのままもちろんスッと描いてあげても OK になるんですが、ちょっとこれは工夫ポイントになってくるので、ぜひこれ使っていただくといいかなと思います。で、これ描いていくときにちょっと気をつけておきたいこともあるんです。この角を意識する、型を意識するんですが、例えばこれ描いていくときによいしょ止まったとで描いていくんだけど、この長さがすごく長いということも実は起きてしまいやすいです。なのでこの文字パッと見た時に、パッと見た瞬間角作ってるな、なんか型作ってるなってなかなかちょっと感じにくい部分、これぐらいの長さにさせておくといいので、これを短くさせておくといいと思います。全体の中心としてもやっぱり整えていかなければいけない部分なので、この長さが長いとどんどんずれていってしまいます。なのでここはもうとにかく短くさせておく感じです。で、ここで短くしてちょっと角作ってスーッと下ろしていく。で、そうすると結果として、この交差の位置ちょっとこの部分は飛び出すような形にどちらにしてもなってくるんですが、結果としてこう線と線がもうほぼぶつかる交差の位置と、まあ、この上の横線の中心、そしてこれそのまま下ろしていった時に大体この羽の部分が結果として揃ってくるので、この辺りは変わりは出て、ありません。なのでこの辺りの中心感を気をつけた上でちょびっとこの型をつけていくと非常にキリッとしたかっこよさ出てくるんじゃないかなと思います。あと文字のまとめ方としては、この子の位置、高さの位置になっていきます。これが高すぎたり低すぎたりすると、文字が詰まったり離れすぎたりするので、ここは要注意です。例えばこれ書いていくときに上に上げすぎて、しまうと、よいしょこれですね、ちょっとこれだと詰まった印象になるなとかっていうのも出てくるので、この高さ関係としてはだいたい左の部分、よいしょ、これでいうと浮かんむりの、この2画目にあたるここ、この高さとだいたい同じぐらいが一つ目安になってくると思います。まあ、この長さによってももちろん変わってくると思うんですが、ここは離れすぎてしまうとこれはこれでちょっとあらという感じにもなるし、詰まりすぎるということも出てくるので、まあ、一つ目安、分かりやすいポイントなんじゃないかなと思います。で、こういうふうに書いていくと全体のまとまり、高さの位置取りと、そして横幅の付け方、これが大体こういうふうになってくると全体的にバランスよく収まりよくかっこよく見えてくるかなと思いますので、まずは横幅に少し気をつけてあげて、その上でこの書き方ちょっと型をつけてあげる、あるいは中心を通すような書き方で、できるだけ丸みを帯びさせないように書いてあげると非常に良くなってくるんじゃないかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。